香港伝台のラジオハウス、香港伝台のテレビハウス、香港伝台は香港にある公共放送局。1928年にラジオの放送を開始した。略称は港台、RTHK。香港で最初に開局したラジオ局であり、当初は香港広島伝台と呼ばれていた。1970年に、 テレビ番組の制作部門が設立され、政府広報番組や教育番組などを制作するようになり、1976年に現在の香港伝代に改称された。1988年にはテレビ番組制作部門が休養、芸電子のスタジオに移動し、本格的な制作環境が整った。ラジオ放送は、関東語、英語、普通話による7波がある。 テレビ放送は2014年1月12日13日、港大電子31.32両チャンネルでデジタルテレビ放送として開始した。それ以前は自前のチャンネルがなかったため制作した番組の放送は民間放送である無線電子及び足間電子に委託していた。2016年4月2日、経営破綻に伴い停破した足間電子の アナログチャンネルを譲り受け無線電子の送信書から31.33両チャンネルでのアナログテレビ放送を開始した。チャンネル番号は 31A と 33A。両アナログチャンネルは香港域内のアナログ放送を終了する2020年12月1日をもって放送を終了した。番組は公共性の高い内容のものが多いが、 ドラマ制作やコンサート中継を行うこともある。2012年9月17日からダブによるデジタルラジオ放送が実施されたが、香港特別行政区政府の決定により2017年9月3日をもって廃止された。ありがとうございます。